あ、どうも南翔です。まあ一応通知出すか。今さっきちょっと予告してたお店に来てます。まあビアガーデンみたいな雰囲気のお店なんですけどね。赤楚ちゃんどうもコンテレコインありがとうございます。こんばんは。いる店は、まあ、これ、前から何回かここ映してるんです。映したこともあるとこなんですけど、まあ、駅でいうと、まあ、一番近いのがあれなんですね。オーディコン、ビールの、販売員みたいな人ですね。普通の服を着た人が店員さんで、ちょっとそのボディコンっぽいような服を着た人が、その各ビール会社の、まあ、キャンペーンガールみたいな人なんかな、言ってみれば。店の専属みたいな感じになるんですけど、しばらくの間、そういう、まあ、ちょっとね、セクシーな女の人が、そのビールの販売をするんで、その人が気に入ったらそのビールを飲んでくれるっていう、まあ、そんな魂胆なんでしょうね。残念ながらビールを飲まない僕にとっては、まあね、特に、まあ、バイク運転してるのでね、ビール飲まないんですけど今、まあ残念ながらお話しする機会もないんですけどね。まあ、でも店員さんと同じように注文も取ってくれたりするんで、そこ便利なんですけどね。こう店員さんが多ければね、注文も言いやすいというのがあって、今これ近づいてきた人もそうですよ。別のビール会社の人ですよ。さっきの緑の服の人があれビアちゃんなんかな。タイでね、ビアちゃんってちゃんはゾウの意味なんですけど、ゾウビール、ゾウビールね。なんかそう聞くとあんまり飲みたくなくなってくる名前かもしれませんけどね。まあでもタイにとってね、ゾウは非常にシンボルのねイメージですから。ノバの店、いやいや、それこんなとこで、だってこれ野外にこう広がったようなお店なんでね、こんなとこでやったら捕まりますよ。ちなみにこれただの水です。ちょっとしばらくレコーディングに夢中になって何も飲んでなかったんで、すごいなんか水がうまいです。まあでもあれなんでしょうね、さっきのまあ一応じゃあビールガールと命名しときますけど、人知れずノーパンでこういや、多分履いてるしそれまあ分からんけどね、そんな伺いようがないのでね、分からないんですけど、まあ、でもそんな客もいるかもしれないですね。少なくともちょっとね、独身男性だったらお目当てのそのビールガールもねいるのかもしれませんから、足げく通ったりするのでね、興奮してる人いるかもしれないですね。確かに、まあそれね、ビール会社にしたらもう狙い通りですからね。ああいうのってどうなんですかね、ビール会社があれなんかな、採用試験みたいなのやってるんかな。まあやってるんでしょうね。いやでもまあそういう意味ではなんかそういうとこでもなかなかね、欲望に正直な会社会かもしれないですね。これ日本でこんなんやったら、まあまず当局からね叱られるでしょうからね。あ、でもそんなことないんか。日本でもなんかいろいろ進出してきてたりもするしな。ちなみにこっちの方でちょっと色がね、紫色とかにこうとか青とかに変わってるあそこ、向こうのとこでコンサートっていうか、まあちょっとしたね歌歌ったりする
あ、今日持ち帰りですね、やっぱりあの電話してみたら買ってきてくれって言ったので、あのここで飯出ろってわけにはちょっといかなくなってしまいましたね。ちなみに今日久しぶりに焼き鳥ガイアン頼みました。あの昼飯結構軽く済ませてしまったのでちょっと楽しみですね。流しのショー、いやもう流しっていうかあの歌ってる人いますやんいや彼の方がよっぽど上手いし、ここね、そこにね階段があって2階も多分あるんですよね。僕2階行ったことないんですけど、今度食いに来た時にちょっと2階あれ行ってみたいけど、椅子置いてあって上がられるようになってますね。人数多なった時だけかな。セッション、セッションか。でもまあね、ギター弾いてはるからセッションするとしたら、あれ今日ギターしか置いてないしドラムとかもないから、僕やるとしたらじゃああれでしょ、あの三振でしょ。パッションで選手セッション、パッションだけならありますよ。あのセッション心の中でやったらできます。皆さんあのこの配信を見ながら、あの僕と一緒に心の中でセッションしてくださいって言ったらあれやし、なんか曲終わってしまったし、ちょっと寂しいな。あ、ちなみにね、あのこのこの店のオリジナルメニューなんですだと思うんですけども、このテロップに出てるタムロンジョン、これあれです。これがあれです。この店の渡りガニのソムタムです。ちなみにソムタムは一応解説しますと、まだね、熟しきってない青いままのパパイヤ、青パパイヤをこう、いろんな、ものとこう薄でポクポク突き込んだような食べ物なんですけど、そこに渡りガニが入ってるやつ、渡りガニのソムタムですなんですけども、タムロンジョンはその渡りガニを冷凍してあるんですよね。でその冷凍してるのが味付けてあるんですよね。薄こうなんでしょう、ナンプラー、ナンプラーをね、ナンプラーとかこうあれ酢も多分入ってると思うんですけど、とかこうあと唐辛子とかを、入れて、で薄く伸ばした液だと思うんですけどね、多分ね、それにつけてあるんで、あの味が染み渡っててうまいんですよ。それを冷凍してあって、あの冷たいうちにはこう割とあっさり味で、溶けてくるとだんだん味が濃厚になってきてっていうやつで、結構それがね美味しいですね。それをまあ今日買って帰ろうと思ってます。ちなみにですね、今この画像の中、あの動画の中にも映り込んでると思うんですけど、あの黒い服を着た人が、戦隊ものぐらいの色の種類、まあいろんな人いますね、確かに本当に。あの黒い人は、あの人は店員じゃないんです。あの人は、あのいろんな店を渡り歩いて、物売りで来る人ですね。このあのオープンになってる扉を開けて入ってこなくていいような店にはああいう人が出入りするっていうのが、これタイの特徴ですね。今日あの黒い服の人はまあ仏様にお供えしたりとか、あとあの消臭剤の代わりにもなったりする、生け花で作ったちっちゃなこう腕にはつけられるぐらいのレイみたいな感じの、そういうのを売ってる人ですね。まあ流しです。物売りの流しさんですね。まあ、そんな感じです。ただまあ黒い服を着ている店員さんもいるので、ここはまあなかなか難しいところなんですけどね。
これでもあの手に持ってるものを見たら、あのあこの人は違うなとかっていうのは、これはあのタイに 2,3 回来たら多分慣れられると思います。ちなみにあのこの店あれですね、音響のシステムがちょっと変わったんかな、前よりいい音が出てるかな、なんか変わされ、あ、今日はね多分ね、普通だったら僕にもきっとあの声かかったと思うんですけど、今日はあのこうやって、画面に向かって喋ってるので、まあ、多分気づかれたんだと思うんですよね、その方も、あの黒い服の方もっていうので、今日は売りつけはなしという感じでしたね。配信ってそういうのもポイントなのかもしれないですね。まあ、僕あの人たちからあんまり買うもので魅力的なものがないので、まあね、毎回お断りしないかんっていうちょっとね寂しい結果が多いので、まあ配信やってると余計なねお断りせずに済むっていう、お互いにとってちょっといいことなのかもしれませんね。ラオスのおばちゃん配信中でも来たのに、ラオスのあの家族のおばちゃんね、いやあの人たちは本当例外ですよ。あれはすごかったな、アタックほんまに。いや僕ね、あの北ラオスのあのルアンナムタにもね前にも行ったことがあったんで、ああいうおばちゃんにも会ったこともあったんですよ。でもあそこまでやられたのは初めてですね。いやすごかったなほんまに。もう毎回必ず声かけられましたもんね。いやほんまに。でね、もう一つ難しいところは、あの赤族のおばちゃんたち、あんまり言葉が通じないんですよね。ラオス人だったらタイ語で僕は喋っても割と通じるんですけど、あの多分ラオス語もねあんまり、そうおばちゃん強しですよほんまに。いやすごかったな、あの言葉がねほとんど通じないっていうのも苦しいところなんですよね。ちなみにこれバンコクの場合はそうでもないですね、割とあのいりませんってこういうこうやり取りがまあ少なくとも 2,3 回あったら大体まあまあいいかっていう感じになるっていうことが多いですね。いやマジでおばちゃん強いです本当ね。ラオスの赤族のおばちゃんはちょっと参りました。お、あれ僕のじゃないでしょうか、多分そうです。ちょっと一回置きますよ。いや、帰った帰った。ちょっと袋に入ってるのであんまりねお見せできないのが残念ですけど、これあれですよ、あの冷たいやつですよ。あーこれか、あの渡りガニのソムタムですよ。植木じゃないことは確かですよ、植木等しかもしれないけど植木じゃないです。これもね、ハーブなんですよね。ハーブです。今日はでもハーブ一種類、あ、でも下の方にね、ちょっといろいろ入ってるか。これね、冷たいのとあったかいのと一緒になってる感じがあってやばいんですよね、今日。
まあ、そういうようなことで飯も買い終わってしまいました。ハーブでホームページ HP なんやろ、ヒューレットパッカードなんやろ、ハラヘリハラペリペリパラ、ヒットポイント、え、ヒットポイントを回復、これでこれでも実際のところ何に効くんやろう、こういう幅で絶対ね、何かにね、何かにいい部分ってありますよ、ね、幅が。うわー、めっちゃ混んでんな、めっちゃ混んでますよ、帰り道。いやー、日曜やのにな、今日えらい混んでんな。まあこれでもしゃあないです。まあ頑張って帰ります。ということで、まあちょっと残念なんですけども、ここで僕もそろそろ失礼しようかな。あれ、失礼しようかなって言うと俺。歩く歩く、いや、あ、これ歩いたら僕家に帰るまでに、まあ配信という意味ではいいんですけども、多分こっからだったら1時間半ぐらいかかる。ということで、そうですね、そういう言葉いただくの嬉しいんですけどね、嬉しいんですけど変えちゃいます。すいません。あ、でね、まあ、これまだちょっとわからないんですけど、僕今日あ、これさっき開けた今、夜に音楽ユニットのね、まあ、フラクタルっていう名前でやってる音楽ユニットのね、そのもう一人相方にね、今日ちょっとミーティングで会いに行くので、ひょっとするとそこで配信やるかもしれません。1時間3枠、まあ確かにね、確かに。あ、でもな、いつもゆっくり歩いてるせいかあんなけやろ。いや、1時間半ではつかないですね、すいません。あの、大嘘こきました。よく考えたらバイクでも30分かかったよ。それ絶対つかんな。あの、4時間ぐらいかかるかもしれません。4時間はちょっと言い過ぎか、でも3時間ぐらいはかかるな多分。ということで、この渋滞を、見ていただきながらそろそろお別れしたいと思います。ということで、まあ、6人の皆さん、すいません、すごい中途半端に枠が終わっていくんですけど、8枠、いや8枠やるのきついよ。もうあの、足も疲れてるけど、もう多分喉、声も出てないよ。皆さん、南翔ですみたいな、こんなのありますよ。だんだん反対側、こっち側も混んできましたね。ということで、皆さんありがとうございました。のしです。ありがとうございます。それではまたです。もしよかったら、というかもしできたら夜ちょっとだけやれたらやります。どうも。